ちは、わらだみつえです。今日は父の月命日で実家に来ております。ここは父のお部屋、それから父のパソコンもあります。そして父の大好きだった海の見える風景、今日は外は雨です。これは父のパソコン、愛用していたパソコンです。そして父のこのブログの中から一つ朗読させていただきます。ペンネーム浜野雁治、2015年10月19日に書かれた日記です。タイトルは登壇通信。昨日、日本国内のユネスコ協会の生い立ちと戦後間もない混乱が続く時代の中で、人々がどんな思いで世界の平和に思いをいたしたかを書いた。戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない。ユネスコ憲章全文にある一章が、どれほど当時の国民の胸に響いたかを記した。しかし、多くの人々が心の中に平和の砦を築くことがいかに難しいことかも知っていた。こんな話を聞いたことがありますか？船乗りたちは自分が乗っている船が遭難しそうになると、自分の名前や今どんな状況にあるかを書いた手紙を瓶に入れ、コルクで蓋をして海に流すという風習を持っていたそうです。自分は死んでもいつか誰かが海で死にゆく人間の存在を知ってもらえるかもしれないという儚い願いを持っていたんだ。登壇通信というこんな話を孫たちも聞いたことはないかもしれない。いつか砂浜に瓶が流れ着き、誰かに拾われ、一人の男の名前を知ってもらっても、その時はすでに瓶を投げた男はもういない。ユネスコ憲章の理想のために、ささやかでも努力を続けようと覚悟した男たちの心にも、道は遠いこと、それがいつ成就するかを予測することは困難だったろう。この登壇通信にも似た行為を、私は胸に深く刻んだ。そしてある日、ブログに書いた。ここで少し途中の文章を割愛させていただきます。加藤周一を特集した現代思想の中で桜井錦氏は述べる。加藤周一が戦中のある日、ベンチに刻まれたラテン語を目にする。政府方針への反対の言葉だった。誰かがこれを読むことを願った人間がこの村にいる。加藤に暗い時代を生きる力を与えた。船が沈みゆくときに手紙を瓶に入れて太陽に投げ入れる行為、登壇通信。これを秘められた名当て人である誰かが拾う。どこか遠くの未知の人間に期待すること。登壇通信。ロシアの詩人、オシップ・エミリエビッチ・マンデリシュターム、1911年から1938年のエッセイに由来しているという。航海者は遭難の危機に臨んで、自分の名と自分の運命を記した手紙を瓶に封じ込め、海へ投げる。幾多の歳月を経て砂浜をそぞろ歩いていて、私は砂に埋もれた瓶を見つける。私は他人宛の手紙を開封したりはしない。瓶に閉じ込められた手紙は瓶を見つけた者へ宛てて書かれているのだ。見つけたのは私だ。つまり
この私こそ秘められた名当て人なのである。略、この手紙も詩と同じようにこれといってはっきりと一定の人間に当てられているわけではない。それにもかかわらず両者は名当て人を持っている。つまり手紙は砂に埋もれた瓶に気づいた人のものであり、ポエムは後の世の読者のものなのだ。マンデリシュターム。マンデリシュタームを敬愛していたルーマニアのパウル・ツエランはこの意味を受け継ぎ、自分の詩の世界を作ったという。詩はそれが言語の一発言形態であり、したがってまたその本質上対話的なものである以上、一つの登壇通信のようなものであるかもしれません。いつかどこかしらにひょっとして心の陸地に流れ着くかもしれないという、もちろん必ずしもいつも強い希望を持てるとは限らない。信念の下に投げ込まれる登壇通信。ポエムはこのようなありようにおいても途上にあるものです。何かに向かって進んでいます。何かに向かって、何か開かれているもの、所有することのできるものに向かって、ひょっとして話しかけることができるかもしれないあなたに向かって、話しかけることのできる実在に向かって。ツエラン、飯吉光雄役。当教会の栄誉もまたこの登壇通信に似ている。加藤修一氏はかつて私に話した。人間は誰でも自分の思いを発表するのが良い、あなたもそうなさいと。私は拙いブログを立ち上げ、毎日欠かさずその日のことを記録することから始めた。灯籠の斧であれ、振りかぶる時が来るかもしれない。ブログは灯籠の斧を磨く修練の場だ。思えばささやかな私のブログも、心の奥底に登壇通信に通じるものがあることに気づく。ちょっとおこがましいが。浜野雁治。ご拝聴ありがとうございました。ごめんなさい、一つだけ説明を。灯籠の斧という表現が出てきまして、私この灯籠という漢字が読めませんでした。カマキリのことを灯籠というんですね。つまりカマキリが前足を上げて大きな車の進行を止めようとする意味。つまり弱小の者が自分の力量をわきまえず強敵に向かって頑張ることの例えだそうです。灯籠の斧、新しい言葉を覚えました。じゃあまたね、ありがとう、ご拝聴ありがとうございました。